KC-97 ストラトタンカーを配用空軍周辺の機体 KC-97 ストラトタンカーはアメリカ合衆国の航空機メーカーのボーイング社が開発製造した空中給油機アメリカ空軍及び空軍周辺が運用した B-29 爆撃機より発展した軍用レシプロ4発輸送機 C-97 を元にした機体であり最終型には 速度性能向上のため、Z エンジンが追加された。C-97 の基本となった機体は、もともとボーイング社が開発した、B、B-29 戦略爆撃機の改良型 B-50 であり、爆撃機より胴体が拡大されているが、主翼などは、ほぼ同一である。C-97 系列の生産機数は888機で、あるがそのうち系 C-97 として、 生産された機体は各型合わせて811機に、及び他に輸送機型 C-97 から改装された機体が3機ある。フライングブーム式の空中給油方式は、KC-97 で実用化され、以後のアメリカ空軍の空中給油の原型となった。ただ、空中給油する対象がジェット機になったため、KC-97 の レシプロエンジンを作動させるガソリンとジェット燃料の独立したに系統を持たなければならなかった。さらに、給油対象機の速度も上昇したことで、給油時の速度調整に危険が付きまとうようになった。このため最終型である KC-97L には、ジェットエンジン2機が取り付けられた。このジェットエンジンは、 キロバイトマイナス50から取り外されたものであった。アメリカ空軍は1950年から KC-97 を運用していたが、後継のジェット空中給油機である KC-135 が1956年から導入され始めたために、徐々に予備役となったり、アメリカ国内の空軍周辺へと配備され、最終的には1973年に退役した。 1968年頃には4機の KC-97G がイスラエルに供与され、最終的には KC-97G8 機と KC-97 回1機を第120飛行隊にて集中運用した。ちなみに最後の生産機である KC-97G が飛行した1956年7月18日は KC-135 が ロールアウトした日であり、ボーイング社のレシプロ規制産が終了した日でもある。KC-135 収益後は、KC-97 の相当数が、輸送型に改造された。ありがとうございます。